皆さん、こんにちは。今回は、都道府県別の高齢化率の推移を、統計地図の形で紹介します。この動画で使用した統計データは、政府統計の総合窓口から取得したものです。国勢調査の、時系列データの、男女、年齢、配偶関係の中にある、評判号5の、年齢3区分別人口及び年齢別割合、全国、都道府県、括弧大正9年から令和2年を選択しました。ダウンロードしたデータを使って、1920年から2020年の年齢3区分別構成比率をグラフにすると、このようになります。第二次大戦後に、幼年人口比率の低下と高齢人口比率の上昇、つまり、少子高齢化が進んだ様子がよくわかります。次に、人口ピラミッドの形状との関係を見てみましょう。1920年には、全国の高齢化率は 5.3% で、人口ピラミッドはピラミッド型に近い形状をしています。1950年は、戦後、ベビーブームがあり、高齢化率は 4.9% になりました。1960年は、合計特殊出生率が低下し、人口ピラミッドは釣り鐘型の形状へ変化しつつあります。1970年、高齢化率は 7.1% になり、高齢化社会が到来しました。1995年、高齢化率は 14.6% になり、高齢社会へ移行しました。2010年、高齢化率は 23.0% となり、超高齢社会の段階へ至りました。そして、2020年の高齢化率は 28.7% になっています。それでは、1920年から2020年までの100年間の都道府県別の高齢化率の推移を統計地図を使って紹介します。次に、高齢化率の順位で色分けした統計地図を紹介します。
後に、2種類の統計地図を並べて表示します。この動画は、これにて終了します。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。